始まりました。始まりました。イエーイ。ニャスニャス。はい、ということでちょこっと気になるチャレンジ始まりました。始まりましたね。はい、イエーイイエーイ。MC の倉岡気になるです。よろしくお願いします。アシスタントの丸子めです。よろしくお願いします。ということで、はい、今日もね、はい、皆さん1時間よろしくお願いします。はい、あの昨日はですね、はい、あの方言彼女2の DVD の発売イベントっていう方言彼女文化祭があったんですよ。あ、そうなんですね。はい、久しぶりに制服来ました。来ましたよ。あ、本当ですか。はい、ね、たくさんの方が来てくれて、グダグダな文化祭でしたけど、100人ぐらいいらっしゃったんですよ。なんかもう抽選で100人って決まってて、100人以上の応募があったんですけど、100人で、はい、選ばれた100人の方で、はい、イベントをやりました。なんかね、はい、大縄跳びしたんですけど。大縄跳びしたんですか。超関係ないじゃないですか。そうっすね。けど超楽しかった。100人で大縄跳びしたんですか。違います。そう、何、なんかガチじゃないですか。なんかギネスに挑戦的なことなさったのかな。朝のなんかニュース番組で小学生が全員出たから、はい、そうですよね。参加するような企画ものになりかねないです。そうですね。なんかでも好きなのでダブルダッチとかもやりました。何、ダブルダッチ。はい、ダブルダッチこういうの、はい、あー、日本お縄をお使いになってこうがないからね、マシかな。とりあえずとりあえずこうだから。こうか、こうか、こうか。え、それ何回ぐらい飛べたんですか。大縄ですか。はい、いや、なんかもう入るのが大変で、うん、なんか気夏は2番か3番目で必ず入ってたんですけど、はいはい、8人いて、はい、最後の8人目まで入るの、はい、入るまで何回も何回もやり直しで、もう最初の人たちだけバテバテみたいな。ちょっと感動曲じゃないですか。そうでした。で、最終的にはこう1人ずつ入ってって、うん、はい、で、その1番目に入った子がなんかこけて、でもそのまま抜けたんですよ。はい、だから、はいはい、縄跳び続いてこけたけど引っかからずにこけて、それでまた最後に回ってきて飛べたみたいな。奇跡じゃないですか。そうなんです。奇跡。ミラクルですね。はい、ミラクルで飛べました。そうか。ちなみに、はい、チャットの方もですね、はい、ビージュアンさんが、文化祭楽しかったっていうことで、はい、ありがとうございました。参加されたんですね。あ、そうだ。はい、何ですか。はい、あと、ごめんなさい、 ISO30R さんですかね。はい、ですねって、いい思い出になりました。電車さん、はい、チョコロンさんに早めにお会いできてたらチョコ M に花束渡してもらったんですけどね、残念って。いやいやいや、本当皆さんありがとうございました。なんかそうだ、今日のチャットも、はい、そのまあ、前から言ってるんですけど、うん、ハッシュタグでポップンチョコ姫応援団って、はいはい、うん、ぜひ書いてくれると嬉しいです。はい、今そうなんですよね。全部つけて、はい、ありがとうございます。さすがです、はい。そうなんですよね。そうなんです。11月の29日、はい、29日に、はい、コナミさんのね、ポップミュージックの、ポップパラっていう番組でね、そうなんです。最終回、番組も最終回になりまして、対決が。ついにあのリズムゲームのやつで対決するんですよね。で、皆さんも多分ゲーセンとかで1回はやったことあるんじゃないかな。ありますよ、まだ。あれの PSP で。へえ。はい、ちょっと苦戦中なんですよ。あ、そうなんですか。なんか木夏さんめっちゃリズム感ありそうですけどね。あ、でもちょっと、うん、どうだろう。で、あ、うん、あんま、うん、って感じ。どうでしょうみたいな。はい、リズムゲームみたいなのっていうのはあんまりやったことなくて。あ、そうなんですか。でもやっぱ下手な方ですかね、太鼓の達人とかも。ああ。はい、だから、いや、でもすごい楽しいからずっとやってられます、マジで。へえ。そうなんです。だからやってみたい。なんかつまんなくてやれないとかじゃなくて、やれるんだけど、うん、上達が人より遅いのかもしれない。いやいや、そんなことないですよ。全然わからないから。絶対丸米よりリズム感あると思う。でも そこと比べてもね。あ、そうですね。意外とでもあのリズムゲームやってる人に聞くと、はい、あれって、まあ、リズム感ももちろん大事っちゃ大事なんですけど、うん、それよりもあれ結局、はい、出てくるあの記号みたいなやつ、うん、あれを記憶していってどのタイミングで押せばいいかっていうのは暗記もあるから、うん、リズム感だけじゃないんです。なんかでも同じ曲やってると指が勝手に動きます。お、
なんかちょっと天才的になんか発言じゃないですか。なんか大体こうなんか慣れてくるから、そうそう慣れて若しかに慣れてくるんですけど、一つだけもうなんで同時に出てきてどうせばいいんだろうこれを解決できないまま放送に臨むわけにはいかない。なんかゾロみたいにここになんかこう加えてこうせばいいんじゃないですか。なんでもないですなんか違う、同時タイミングではない、なんか同時ぐらいみたいな、2個のボタンでパタタみたいな、なんかそれが続くんですけど、それででもああいうのって5ボタンでやってるんですけど、はい、他のボタンで同じ色のやつもあるんですよ。例えばあの×とここが一緒だったりとか、ここのカチャカチャって、はいはい、じゃあここでやってみたらいいのかもって思っても、なんかこっちも全然追いつこううんって追いつけなくて、ちょっと早めに解決しないと間に合わないんで、ぜひぜひ皆さんね、はい、ポップミュージックね、その PSP、はい、昨日23日に初ポップミュージック2発売しましたの、うん、PSP で、はい、何かそういうアドバイスいただけるのであれば、はい、ぜひぜひ。でもなんか実際に一緒に練習するために買いましたって人とかもいて、あ、うわ、ありがたいですね、はい、だからそういう人は同じ曲でちょっとアドバイスを同じところで悩んでたりしてね、そうそう、そうしてくれると嬉しいなと思います。それで、はい、木夏さんをこの、はい、シャープ、ポップンチョコ姫応援団っていうのをツイッターでつぶやくと、はい、そうなんです、その29日の木夏さんの応援になるんですよね。そうなんです、ポイントになるので。あ、なるほどね。今はまあダントツでキャンチアキちゃんが1位なので、はい、ああなるほどね。あとポップンもうまいっていうね、見ましたよ、あのすげえ着ぐるみじゃないですね、あのキャラクターが、はい、なのにすげえうまいんですよね。はい、キャラ、あーそっか、その放送見てないんで木夏さん。あ、そうなんですか、はい。え、それワックさんじゃなくて、あ、ワックさんかもしれない。あれ昨日先週の放送のことかなって思った。 あの方はコナミの方なんですけど、あの方も最強にうまくて。そうかそうか、すいません、そうなんです、ね、間違えました。メーカーの方ならね、そう、孫のことを、ね、あのチームでチーム、はい、男女のチーム対戦なんですけど、木夏はデスロ兄貴と一緒なんですけど、はいはいはい、まあまあな感じですね。まあまあ、あ、みんなね、その男子軍団はやっぱりみんなレベルが高くて、はい、みんな上手くて、はい、で、でもやっぱワックさんとポップンケンさんがズバ抜けてて、はい、あ、そうなんですね。そうなんです。だから気夏もちょっと頑張らないと、ちょっと助けをね、ワックさんとかだったらちょっと頼っちゃうんですけど。皆さんのね、お力をぜひぜひアドバイスいただけると嬉しいです、はい、嬉しいです。ツイッターの応援もよろしくお願いします。はい、お願いいたします。ぜひよろしくお願いします、ね、この前ね、まるこめちゃんたちの番組に出演させてもらいました、ね、あざーす。そうなんですよ、皆さんもね、見ていただいた方もいらっしゃるみたいで、はい、毎週やってるんですか。月に1回、月に1回なんですか。はい、月 1？ はい、意外とまあ緩い感じで、え、なんか毎週やればいいのに。毎週やれるあの体力が、はい、まあでも皆さん忙しいですもんね。それは毎週はできないかなと。そうなんですよ。で、まあ一応その毎月19日の19時から、あ、19日はいいじゃないの日だということで、うん、あのバラエティ番組で放送させていただいてるんですけど、うん、なんかそういうのこだわるの好きですよね、すごい。そうですね。で、それはいいんじゃないってつけた時にもう早速決めたんですか。いや、最近ですね。あ、へ、はい、じゃあ良かったですね、なんかそういう、うん、あ、当てられる数字があって。すいません、あんま広がらない。え、なんか全然、え、別にそういうじゃないんですけど。はい、そうですね、はい、多分入られる方だと思うんですけど。あ、お客さんですかね。はい、ちょっと生放送中。どうぞどうぞどうぞ。はい。あ、あれ違うのか。でもなんか、はい、オレンジのなんかツイッターで、ちょっと大盛況ですね、はい、大盛況ですかね。あ、そうだ、はいはいはい、そうだ、これ言うの忘れてた、はい、あ、何ざんしょ、来月といったらクリスマスじゃないですか。はいはい、そんな時期になっちゃいましたね。はい、それで、はい、クリスマスにクリスマスパーティーをやりたいなって、はい、イエーイ、はい、イエーイ、はい、で、すごい、はい、もう突発的な企画ですよね。普通告知とかね、うん、2ヶ月前とかにできたらいいんですけど、突然やっぱりやりたいなと思って、10月にね、なんかそういうオフ会みたいなのを、そうなんですよね、やろうっておっしゃってましたもんね。やろうとしてたら、うん、まあ、舞台がね、ちょうど入ったのでできなかったので、ね、稽古でできなかったですけどね、はい、ね、クリスマス、うん、でもみんなクリスマスだとみんななんか予定あってこないんじゃないかな。いやいや、そんなことないですよ。え、本当ですか、はい、なんかそれで
みんなはどうなんですかね、チャットの皆さんとか、うん、皆さんとか、はい、今ですね、はい、先ほどの発表に対してビージョンさんはパチ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 って言ってるんですけど、はい、ISO30R さんは何、何テペさん、アルテミテペさん来てますね、はい、ありがとうございます。イエーイ、休み取れないって言ってまあそういう方ももちろんいますし、そうですね、ね、家族とかね、うん、カップルとかいろいろあると思うんですけど、なんかそれで、うん、今回はねちょっと考えてるのが、そう、劇をしようかなという、はい、クリスマスにね、はい、ちょっとお芝居してみようかな、なんかただのオフ会みたいな感じじゃなくて、うん、劇をしようかな、そうなんですよ、劇をして、まあ、その後にオフ会をしようかなという、はいはい、なるほど、はい、盛りだくさん、具だくさん、そうなんです、具だくさん、うん、みたいな感じで考えてます。いや多分ね、でも休みとかを考えると、うん、多分24日になるんじゃないかなと思って、うん、24、はい、いやクリスマスイブにオフ会なんて素敵だと思いますよ。素敵かね、来れない人が多いかどっちかですけどね、まあね、まあ、何も予定がない人はぜひ遊びに来てもらいたいなと思います、はい、ぜひぜひ。あ、ユーストリームとかでも流してみますか。あー、どうしようか、かでもファンの人は映せないの で、 そうです、ね、劇だけとか、そうです、ね、うん、とかまあいろいろ、まあでも基本的にはね、やっぱ来てくれる人の感じにしたいなと思ってます。はい、ビージョンさんも行きたいって言ってますね。お、嬉しい、ぜひいらしてください。ね、せっかくクリスマスに、ね、何かそのオフ会の時にね、うん、こうなんかしたいこととか、ね、なんかやりたいことがあったら、もうねスピードで、ね、うん、決めなきゃいけないの、ね、うん、いけないので、うん、なんかやりたいことがあったら言ってくれたら逆に嬉しいです、うんうん、はい、ぜひぜひ、ね、誰がサンタになってもいいですよトナカイですよね、はい、マルコメちゃんは。そうですね、まあ、なかなか人間にはなれないかもしれないですでも気になって今日なんかツイッターで、はい、なんかそういうちょっと面白い占いみたいなのあるじゃないですか、はい、その職業占いみたいな、はい、あなたに向いてる職業占いみたいなのが誰かがやってて、はい、それをやってみたらなんか1位ピアニスト、はい、2位忘れた、うん、3位サンタクロースで、はい、なんか全然中途半端すぎてツイートできなかったなんか普通、はい、こんなんだったわらみたいな感じでツイートするんだけど、はいはいはい、ちょっとなんか微妙すぎて反応できなくてなんかピアニストみたいな、2位とかもうすでに忘れてるぐらいだしなんかサンタクロースわーみたいな、なんかなかなかね、うん、生活安定しなさそうなね、なんか全部、なんかね、きなつが結構ピアノとかやってて、はい、ちょっと小学校の時にやりたかったとか、はい、ピアノの先生にぐらいのね、うん、テンションだったら、うん、あっって思うけど、全く無縁だったから、うん、マジかピアニストかみたいな、なんかみたいな感じすぎて、ちょっとツイートには書けなかったんですけど。いや、その2位、忘れた2位が気になるなえ、なんだったっけな何だったんだ、ね、でもあんま、はい、なんか普通食っぽくなかった気がする。うっそ、なんだろうななんだろう、まあ忘れちゃったから。パイロットとか、いや、そういう系でもなかったな。忘れ、まあ後で思い出します。はい、じゃあ次のコーナー行きたいと思います。はい、ちょこっとふつおたコーナー、はい、イエーイ。はい、ということで、はい、来ましたね、はいはいはい、マルコメちゃんが読むんですよね。はい、今日は私が代わりに、クルーさんが、あ、はい、どうぞ読んでください。気になるから見たいな。どうぞどうぞ、はい、よろしいですか。どうぞどうぞ、はい、じゃあ行きます、はい、ハンドルネームムチューさんからいただきました。はい、ムチューさんありがとうございます。倉岡さん、山田さん、こんばんにゃす。にゃす、にゃす。僕は何でも自分が納得いくまでやり続けます。はい、倉岡さん、男らしい。山田さんは飽きっぽい性格ですか、それとも粘り強い性格ですか。なるほどね。秋夏は基本的には秋っぽいです、うんうん、基本的には秋っぽいんですけど、うん、なんかたまに絶対にこれは譲れない、ね、譲れないっていうものが出てくる。そうですね、なんか一本筋が通ってそうですもんね、秋夏はね。でも基本的には飽きそうですね。何でもかん、なんかよくいるじゃないですか、はいはい、結構何でもかんでもやったら集中しちゃうみたいな。いますね。そう、きなつのママとかもすっごいそうで、うん、なんかゲームとかもなんかきなつがこうなんかやって、うん、あもういいやみたいな、うん、できないみたいな感じでやってると、うん、隣でもう、うん、きなつがやってたゲームを一人だけもうハマっちゃってるみたいな、
はいはいはい、その、あ、いるいる、そういう人ね。そうなんです、うん、テトリスとかも気なつが、あ、もうできないやって感じで、うん、なんかできないとやる気にならないじゃないですか、ならないんですよ、うんうんうん、なんかちょっと惜しいぐらいになるとちょっと悔しくなってやるんですけど、はい、全くもう相手にならないぐらいできないと、うんうんうん、あはってすぐ諦めちゃうんですけど、うんうん、それをママが隣でもうムカつくできないみたいな感じで必死にやって、でクリアしたらさっとやめるんですけど、それでもう徹夜してました。お母さん、はい、お母さん面白いですねまたお母さんなんですかテトリス徹夜、そう、徹夜。割とこの番組だとあれだよ ねお母さんの話ちょいちょい出てきますよね。そう、週毎週1回って、ね、なんかね思った ねタルコメちゃんになんか変なお母さんだと思われてます。いや、思われてないですどうですか？僕もね、僕も飽き性ですね。うん、すぐ疲れちゃう。あ、疲れ年だから。なんかでも昨日ね、その方言彼女のメンバーと会った時に、はい、なんかこう、あーもうデブまっしぐらだって言いながら、うん、朝倉がなんかバクバク物を食べてたんですよ。そしたら淵上、淵がなんか、はいはいはい、そういう風に言って食べると太るんだってみたいな言ってて、まあ、方言彼女を知ってる人はすごい笑えると思うんですけど、そのフッチーのキャラに、はいはいはい、そういう風に言うと2人みたいだよみたいな感じで言っててで、それで、はい、えっ、ガクブルーみたいな、ウキタンはそんな感じだったんだけど、はいはい、なんかそういうなんかプラスなことを言うといいみたいですよ。キナツは本当にチョコレートの方がカロリーに入ってないと思ってて、でみんなにもいやチョコレートはカロリーに入ってないからいつでも、はい、もう夜中でも寝る前でも食べますみたいな普通に言うんですよ、うんうん、あ、だからかみたいな。なるほどね。だから丸込ちゃんもなんか年だから疲れちゃうとかじゃなくて、はい、一番30代が生き生きしてんだぞみたいな、働き盛り30代みたいな、ポジティブにね。そうそう、なんか発する言葉もそうだとなんか変わるんじゃないですか。そうです、あ、僕ね情熱的なの、うん、それはわかる。そうなの、うん、だからそういろんなことをそうちょい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 こう漁って、うん、もうそれで満足しちゃうやっぱいろいろ見聞を広めていきたいからね、うん、滑ってる、うん、なんか全然そういうね、そうなんです、そういうこと、そうそうそう、うん、でも丸込めちゃんすごい、はい、なんか気づいてない才能とかありそう。ないですよ。あとなんかもっとなんか何言ってますか、すごいありそうなんかなんかあんのかななんかもうちょっと掘ったらいいのに、なんかちょっと浅いみたいなあと30センチ深く掘ったら全然するのに、そうだってね、今日もね、うん、ちょっとラジオドラマとかやるんですけど、はい、ね、台本とか書いたり、そうなんですよ、なんか普通ちょっと書いてきましたよ今日、普通できないなと、はい、なんか簡単にさ、うん、書こうっつって書けないですよね普通は、うんうん、書けないと思う。じゃあもうちょっと掘り下げてみようかな、うん、なんか全部じゃなくて、はい、そうやっぱ好きなこととかね、はい、気持ちを何掘り下げようかな、はい、でも前、はい、小学校の頃は結構何でもやりたがりで、はい、なんか、うん、漫画とか描くの好きだったりして、でもすっごい絵が下手くそで、だから描く漫画が野菜なんです、はい、野菜の話なの、アンパンマン的な感じですか。そう、なんか普通の人間が描けないから自分が描きやすいやつ、それでもありじゃないですか。そう、人間が描けないから、だから野菜でいいやみたいな感じで、野菜キャラクターが全員野菜で、なんか漫画を描いたりとか、めっちゃ読みたいんですけど、あと世界の国旗をひたすら覚えてたりとかなんか変な子だったんですよ結構、なんか机に座って、はい、もう地球儀が欲しいとか言ってなんか国旗を覚えて天才児じゃないですかでもね、なんか小4でそれだったから、はいはい、この今の年齢だと覚えてて当たり前な国の国旗しかわかんないです。あ、なんかそのね、当時小3とか小4では、え、バングラデシュとかわかるのみたいな、はいはいはい、何その国って感じじゃないですか、うんうんうん、小3とかの子って、はいはいはい、ちょっとすごかったんですけど、マルコメもわかんないですよ、バングラデシュ、あの緑に赤の日本の、あ、そう、なんか全然今の年齢だと全然みんながね、だって地図帳の裏についてる国旗だから、だいたいみんなが知ってそうな国旗しか結局は知らないという、
コピーって意外と覚えてないですよ。いや覚えてないです。本当ですか。本当に特徴的なものぐらいしか多分、ね、そうだよね。本当そうですよ。なんか似てるさ色とかでさ、うん、こう縦線横線でいっぱい似てる国とか覚えるのとか好きでした。そのパワーが今も欲しいな。ポジティブポジティブポジティブ。これからやればいいんだよね。新しい国旗作っちゃえばいいよ。ね、なんか野菜の野菜の全部混ぜちゃった。そうやっちゃえばいいですよ。じゃあそんな感じでまた、はい。はい、じゃあレターをください。はい、レターを、はい、普通おたをください。はい、ということで次はさっきマルコメちゃんも言った、はい、はい、もう行っちゃいますか。え、まだですかね。いや、いいですよ。もう行きましょうか。じゃあもう行っちゃいましょうか、はいはい、じゃあラジオドラマイエーイ、題名はマルコメちゃんから発表してください。はい、というわけでさっききなさんに、が言ってくれたんですけれども、ちょっとマルコメ本書いてきました。はい、で今回ラジオドラマを、また、ね、この前大盛況だったということで、はいね、第2弾ということで、今度はね、しかも第1話って書いてある。そうなんですよ、連作。そのあのね、やっぱり木梨さんがさっき言ったようにね、1話完結にしたかったんですけれども、はい、あのその文章の才能はやっぱそこが浅いので、はい、書いたらあのまとまりませんでした。いやいやいや。なんで続編に続く的な。いやでもね、続くって期待ですよね。はい、そしてですね、今回題名は、はい、ちょっとファンタジーな感じにして。おお、気になってやったことないからやりたかった。嬉しいですね、初ファンタジーってことですね。あ、でも最初に言っとくんですけど、気になつ見事に風邪ひいてまして、はい、声がガラガラです。すいません。ポジティブに。あ、じゃあまあね、はい、一応言っとこうかなっていう。 で、ね、はい、でも逆に今回木夏さんに私、マルコメが演じていただく役っていうのは、はい、何ですか。そのやガラガラな声がいいかもしれないですね。本当ですか。はい、お、木夏全然あんま深く読んでないんで、はい、ぜひぜひ、まあ、ぶっつけな感じで大丈夫でございます。じゃあ、はい、題名と、ね、題名はあとキャスト説明を、はい、では発表させていただきます。はい、題名は猫コロエマキタンという題名です、はい、キャストを発表させていただきます。はい、流行る主役、はい、主役は、なんと人間ではありません、うん、猫です。猫、まあね、猫役はデレレ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 じゃん、倉岡木梨さんです。はい、猫ります。はい、猫ってください。で、榊原隆史役、うん、クヌさんお願いします。はい、そしてマルコメが佐野という役をやらせていただきます。はい、で途中ですね、エキストラ的に男と女という役が出てくるので、はい、男がマルコメ、はいはい、女をクヌさんに、なんでですかね。じゃあ一人二役な感じで、はい、やってちょっと挑戦していこうと思います。チャットはちなみにどんな感じですか。はい、ですね、うん、まずテペさんから、はい、出た出た、クヌさんの演技力にも期待期待しないでください。そうですね、一番安定感ありますから、ね、はい、いやいやいや、で、ISO30R さん、はい、ベースさん、さっきあの、はい、声ガラガラっていう、ね、はい、キュナちゃんが言ってるの部分だと思うんですけど、いい声だよっていう。 ありがとうございます。で、あと、りょう4201さん、はい、キナツ大丈夫って言ってますね。大丈夫です。はい、で、テペさんも風邪大丈夫かいって、はい、はい、で、STS さんが、はい、ラジオドラマって今からやるのって言う、はい、そうなんです、今からやります、やりますよ、生でね、生で配信します、はい、はい、でかなり革新的なラジオドラマだと思うんですよ、うん、なぜかというと木梨さん、何ですか、音も SE も生で入れちゃおうっていう、あー、そっか、じゃあ、はい、秋葉先輩の腕も、秋葉先輩中です、そうなんですよ、秋葉先輩のあの腕にもセンス的なところもかかってくるので、ちょっとね、みんな頑張りましょう。苦笑いしてますけどね。はい、ね、お話はですね、うん、今回ストあの SF になっております。 SF になっております。はい、しかもですね、木梨さん、これね、ある意味ね、あの、はい、フィクションというよりもノンフィクションに近いかもしれないですね。はい、あるその、あの主人公の方のその由来みたいなところを私掘り下げて書きましたので、うん、はい、ぜひそうだったんだというふうに分かりました、納得するのではない ないのでしょうか。はい、はい、なんか始まりの音楽とかってあるんですか。いきなり始まる、いきなりか、はい、はい、ですね、はい、じゃあ、はい、題名、じゃあ題名僕から、はい、お願いします。ではラジオドラマ始まり始まり、
猫コロエマキタン第1話。私は猫である。名前はまだにゃい。私は野良である。野原を自由に心地よく生きる者。何不自由にゃく、生まれて今までずっと一人で生きてきたにゃ。流浪の民野良は私の誇りにゃ。そしてこの広い空き地なるサバンナが私の家であるにゃ。今夜も平和にゃ。しかしちと退屈にゃ。あー、なんか面白い出来事でも起きにゃいがにゃ。あ、大ちゃん猫たんだ。あ、本当だ、猫たんだ。にゃ、かわいい。そうだ、私のサンドイッチ食べ待ちですか。あ、ずるい、ヒロちゃん。じゃあ僕のシェフの気まぐれサバの味噌煮ボルシチ風缶詰も食べてよ、猫たん。にゃー、むしゃ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 。かわいい。マジかわいいよ。何？何なの？なんでちかその愛くるしさは、うん、もう、なんかもう反則でちゅうちみはバブでちゅうよ。バブ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 。もう帰ろう、大ちゃん。バイバイ、猫たん。単純にゃ、この人間という生き物、首を斜めにちょっと傾けて一声あげただけでニヤニヤしながら食べ物をくれる。しかもなぜか赤ちゃん言葉にゃ。大人まっしぐらにゃのに、どうにも人間という生き物が不思議でたまらんにゃ。しかしこの食べ物、人間のくせに意外とそのコクがあって濃厚で、舌のところで微妙にとろけにゃまい。私は野良にゃ。決して野生を忘れない存在なのにゃ。お、そんなことを言ってたらまたの天気そうなオードブルが。人間がやってきたにゃ。今夜はごちそうじゃ。こんなところに空き地があったんだな。ん？サノン、ここで止めてくれ。はい、かしこまりました。やあ、猫くん。にゃん。どうした？腹でも空いてるのかな。にゃん。サノン。かしこまりました。余り物で悪いが、召し上がってくれ。にゃーん、むしゃむしゃむしゃ、にゃ、にゃ、にゃーん。キロ単価10万円、築地直送の幻の戻りガツオ、中落ちトロ肉でございます。にゃまい。かわいいな、君は。よしよし、名前はなんて言うんだ。あ、そうか、野良だから名前はないのか。坊ちゃま、その前に猫でございます。そうだったな、少し酔っているようだ。そのようで。猫くん、おいしいかい。にゃーん。はい、たかしです。はいはい、いえ、ですが私にも。いえ、分かっております、おじさま。はい、もちろんその思っております。榊原家の名を汚さぬよう心得ております。はい、明日ですね。かしこまりました、失礼します。はあ、君みたいに自由に生きれたらな。私も名前がなければいいのに。私も野良になりたいよ。君が羨ましい。今夜は自由なお前と出会えた運命の記念日だな。佐野、今日は何日だ。坊ちゃま、今日はクリスマスイブ、12月24日でございます。そうだったな、すまん。かなり酒に飲まれてしまったな。そのようで。12月25日の1年で一番素敵なクリスマスに、まさかこんなことになるとはな。神様も気まぐれだ。たかし坊ちゃま。
そうだ、猫くん。君には僕の分まで幸せになってもらいたい。にゃん。僕からのクリスマスプレゼントだ。君にずーっとクリスマスのような自由で幸せな日々が続きやすように。メリークリスマス、メリネコ。君の名前だよ。佐野、すまないが今日は一人で帰らせてくれないか。少し歩いて夜風で酔いを覚まして帰りたい。かしこまりました。お気をつけて。ありがとう。じゃあまたな、メリネコ。にゃんだ、にゃんだ、にゃんだ、あいつは。にゃんだ、にゃんだ、あの人間は。自分のことだけ言いたい放題言ってさっさと帰りやがって、私に勝手に名前をつけたからに。なのに自分は名前を捨てたいにゃ。意味わからないにゃ。だいたい誰の番組だと思ってるにゃ。あいつスタッフのくせに前半から喋りすぎにゃ。私にゃんとかスリスリとかむしゃむしゃとかしかセリフ言ってないのににゃ。私の番組にゃにゃ。あいつにゃんで自分の名前を捨てたいなんて言うんだろう。にゃんであんなに辛そうで悲しそうに顔してるんだろう。メリークリスマスのデコだからメリネコか。じゃあ本人に聞いてみたらどうでいい。にゃん、さっきの人間にゃ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 んで私の言葉がわかるにゃ。そりゃお嬢ちゃん同族だからさ。だって人間じゃ。あらよっと、にゃ、猫にねやった。人間に化けてたのさ。猫には生きにくい世の中になっちまったからな。オイラは嬢ちゃんと違って人間として生きているのさ。ってことは妖怪、化け猫、化け物。えれえ言われようだな。まあそうだ、嬢ちゃんももう少し年を取れば少しは術も使えるようになるさ。本当？なあ、それより嬢ちゃん、高志坊ちゃんがなんで名前なんかいらねえって言ったのか気になるかい？うん。あいつなんであんなこと言ったんだ？なんでも、なんで名前を私にくれたんだ？そうだよな、メリネコ。やめろよ、なんか言葉良いよ。よし、じゃあメリネコ、直接本人に会って話して本当の気持ちを聞いてこい。だからどうやって。おめえを一日だけ人間にしてやる。よし、よし、はい、終わりです。いやー、どうどうでしたか皆さん。え、きなつすごいダメだったわ。話分かりました？分かった？皆さん話分かったかな？いや、なんか申し訳ない、なんか漢字が読めなくて適当に読んだところがな数箇所数箇所、はい、肝心なところで噛んだ場所が数箇所。あのメリネコ噛んじゃダメだよ、あそこが一番大事なところだよ。メリネコとかなっちゃってたからダメですよ。でもすごいね、なんか本番が練習みたいな感じある。面白い。ある意味ね、普通じゃできない。普通はね、このために練習をして、そうです、本番のために練習するんだ。そうだけど、これが練習だもんね。キナチャレはそう、本番の練習なわけです。そうです。それ一度も合わせてませんからね。はい、そうです、そうです、はい、声出して読んで、逆に皆さんにダメ出ししていただくような番組で ね、あんま傷つかない程度に、なんかもっとこうしたらいいんじゃないかなとかぐらいね、はいはい、ちなみにあの ST さんが感想で、はい、これラジオドラマすいません、なんかね、はい、でもですね、一番最初のあれだと思うんですけど、はい、おねえが2人っていうのがなんかちょっと笑いそうね。え、おすぎです、ピコですみたいな、クルです、大作です、バブーみたいな、バブー。もう自分で書いて、でも書かなきゃよかったと思ってなんだろう、バブーって書いちゃったねえ。いやでも面白かった。いやなんかでも書き込みでキナツさんのね、はい、猫可愛かった。キナツの猫可愛かった、うん、あ本当ですか、うん、いやなんかあとチョタロウさんが今到着してニャスのところしか見れなかった。あら、そうか、チョタロウさん残念。じゃあね、アーカイブでね、はいはい、見てもらいたいです。ニャスって超終わりじゃん。最後だよね。
え、でも続きが気になるかも。はい、でも内容的には面白い、はい、面白かったです。今ですね、テペさんがあの革新的なことを言ってくれました。はい、映像なしで音声のみで聞くのがいいですねって、うん、映像あるとなんかまあ気熱もちょっと ね、 向けるとこは向いてるんですけど、みんななんかこうやってたりなんかクスクス笑ってたりとか。そうですね、あの自分もなんか意外と2枚目の声出すとき恥ずかしかった。確かにそのようで、あの意外とあの、はい、あれですよね、大作さんの、 あの笑い声が入ってるんじゃないかと。確かに恥ずかしくて恥ずかしくて恥ずかしくて。いやでも面白かった。こういう一回ぼっちゃんなんかあの江戸っ子みたいになったでしょ。なってましたね。してやりやすとか言ってたでしょ。そう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 。なんでやねん。口が回らない。違うだろ。口が回らなかったんです。いや面白かったな、うん、もう一回読んでみますか。はい、え、いいんです、え、今からあ、もう一回読んでみますか。あ、じゃあちょっと漢字わかんないのかしら。今さっきの練習ってことで、皆さんこうやったら治るみたいなこと言っていただければもう一回やりますよ。どこだっけ、なんかね、ここら辺、なんか ここも痩せ、そんな番組あんのかって。痩せ、痩せ、痩せ、え、でこれはあと秋島、あや、ここの、ここ飛ばしましたね。絶妙だよね。はい、そうそう、絶妙。意外と感じ飛ばしましたよね。これはここの存在です。これ存在か、はい、なんこんな番組あるかな。気立つもうね、あの今感じをちょっとある意味アドリブだから、なんか似たような言葉ですぐ切り返したから読めないから。ごちそう、また能天気そうな、ごちそうさまですね、これ、うん、ごちそうさま、能天気。あとなんだっけ、読めないところが何箇所か。うん、空き地ですね、空き地ですね。あとどこだろう、読めなかったの。あと、ね、あ、これこれこれ何、財家、なんか抜きましたよね。住みか、住みか、財家って日向さんそっちの方が難しいっすよ。え、これ空き地でいいんですよね。空き地でいいです。どうしよう、空地とか日向さん一回今度ドリルで勝負しますか、はい、あ、勝負感じですとね。自分も結構やばいですけど。あとどこ、あとなんか読む、なんか適当に読んじゃったところが、はい、いいですかね、もう一回やっちゃってもこれ、はい、皆さんこれあ、でもいですか、ね、さすがに時間的には結構いっぱいいっぱいな感じがしないでもないですけどね。じゃあなんか読み合わせみたいな感じで、はい、練習チャレンジみたいな。練習じゃもう一回やりますか。はい、なんか抜き出しでやりますか、はい、ぜひぜひあの皆さん、あのどっからやりますか、ダメ出しとかアドバイスがあったらこういう風にやった方がいいよとか、ですね、もし言っていただければ。そういう意味では今 SPS さんが、はい、というか話がよく分からなかった、はい、でも話結構分かりやすかったよね。レコボとかで通訳を入れてやった方がいいのではって。あー、キルビル的な感じ、はい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 、でも話的には分かりやすかった気がする。リョウさんはクドゥさんとマルコメさんが案内良かったって。あ、これはこれは、はい、家来です。家来か。ですね、あと、はい、はい、そうですね、内容的には面白かったですし、きなつちゃんの猫もいい感じでしたねってテペさんが言った。ちょっとじゃあキャラクター変えてやるとかどうですか、次やるときに。きなさんにも、きなさんにもっとこうやってほしいとか、あ、丸亀にこうやってほしいとか、はい、クドゥさんにもっとこうやってほしいとか、別にこのキャラを変えてもいいですし、うん、いいです。でも時間がないからそのままやる、はい、やりますか、はい、じゃあ題名お願いします。じゃあまさかの大丈夫、2回やっていいのかな、逆に見てる人。ちょっと時間的に結構あれなので、さっきのリハーサルということで、まさかの本番リハーサル。ちょっとストップが入るかもしれませんが、やれるところ。じゃあみんな巻きでやりましょうね。はい、巻きで。はい。はい、じゃあまさかの、まさかのテイク2。テイク2。はい、テイク2。テイク2。はい。テイク2。はい。本番で練習する3人。猫コロ絵巻炭第1話。私は猫である。名前はまだにゃい。私は野良である。野原を自由に心地よく生きるもの、何不自由にゃく、生まれて今までずっと一人で生きてきたにゃ。流浪の民の野良は私の誇りにゃ。そしてこの広い空き地なるサバンナが私の住処であるにゃ。今夜も平和にゃ。しかし退屈にゃ。あ、何か面白いことでもできないかにゃ。あ、ね、大ちゃん、猫たんだ。ほんとだ、猫たんだ。にゃー、かわいい。そうだ、私のサンドイッチ食べまちゅでちか。あ、ずるい、ヒロさん。じゃあ僕のシェフの気まぐれサバの味噌にボルシチ風ゲー缶詰を食べてよ、猫たん。にゃー、むしゃ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 、かわいい。マジかわいいよ。何、何なの、なんでつかその愛くるしさは
もうなんかもう反則でちよ、チミはバブでちよ、バブ。もう帰ろう大ちゃん、バイバイ猫たん。単純にゃ、この人間という生き物、首を斜めにちょっと傾けて一声あげただけでニヤニヤしながら食べ物をくれる。しかもなぜか赤ちゃん言葉にゃ。大人まっしぐらにゃのに、どうも人間という生き物が不思議でたまらんにゃ。しかしこの食べ物、人間のくせに意外とそのコクがあって濃厚で、舌のところで絶妙にとろけてにゃまーい。私は野郎にゃ、決して野生を忘れない。ここを存在なのにゃ。お、そんなこと言ってないの。野原。え、野原。これ私はやろうにゃってビーバップ。え、やろうにゃってどうだ。ここやろうにゃ。野良にゃ。私は野良でやる。やろうだとビーバップでしょ。もうこれ野良か。じゃあさっきのリハーサル意味ないじゃないですか。ね、ひどくなった。ビジュアさんがやろうって言ったって。あ、じゃあでも課題が見つかりました。見つかりましたね。まず、STさんがこれはコントですよね。きっとこれはシュールなコントなんだ。きっとそうだ。これはラジオドラマではない。そうです、今日コントやろうと思ってきました。はい。なんでこう、なんか漢字が読めあ、きなつはきっとセリフの方が向いてるのかもしれない。頭に入ってたら読めるじゃん。あ、こう読むとさ、なんかそうですよね、お互いこう覚えてくればよかった。じゃあ暗記してくるね。そうです。あ、また来週。じゃあ来週も、また1話、来週も1話からお届けします。1話2話連続。迷惑な話じゃん。迷惑な話だね。まさか途中で終わるっていうのが面白いね。タイムアップっていうのはね。まあ、でもたかしが出る前に良かったです。たかし坊ちゃんね。たかし坊ちゃん僕期待してたんですけどね。確かにシティボーイ的な感じでね。僕らちょっと男と女キャラ変えてみたんですけど、ね、なんか直前に変えようかってなんかただのなんかすごいね、微妙な関係な2人だったんです。そうです、安田大サーカス的な感じにしてみましたね。いやでも面白いですね。木梨さんやっぱ猫が可愛かったって言ってました。いや申し訳ないです。初太郎さんがちょっといい感じにこうテンションになりました。そうですね、初太郎さんはニャス最後しか聞けなかった。ちょっと、はい、最初と最後だけしか聞いてない人。そうです、実際どうなってしまったんだろう、ね、真ん中のところが、はい、アーカイブでねお楽しみください、はい、確かにセリフを覚えたら、はい、これ見れますね、カメラを見て。あ、そうですね、いいじゃないですか。だけでも覚えてきますよ。あ、わかりました。あ、わかんない。ってことはまた1話やるってことですか。わかんない。でもあれ、テペさんが1話だけループされても困る。確かに。いや、続きも気になりますね。気になりますね。そうなんです。こうしてメリネコというね、名前がこう、はい、生まれたんじゃないかという台本を、はい、書いてみました。ちなみに、はい、ちょこっと対策コーナーがあるんですけど、はい、何やるんですかガチで。え、今日あるんですかそれ。台本に。あ、本当だ。お米ちゃんこと山田さんのコーナー15分間の完全なフリーの時間です。はい、これ5分間なんですけど今日は。え、ぶっちゃけラジオドラマだったん。じゃあ、はいはい、チャットも最初より増えましたかね。そうですね、はい、そしたら、うん、クリスマスの話、ね、を決めていくとか、うん、はい、あ、いいですね、はい、じゃあちょっとおさらいなんですが、はい、番組の冒頭でね、はい、12月のなんと皆さん24日、はい、クリスマスイブに、はい、木梨さんのオフ会をやります。イエーイ。え、これ相当なファンの方にとってはねクリスマスプレゼントだと思うんですけれども、お昼のね大体13時か14時ぐらいから2時間ぐらいやろうかなと思ってます、はい、それでなんと、うん、ただのね、はい、オフ会ではなく、うん、劇をやります。そうなんですよ、はい、劇を、ね、はい、やるのでちゃんと稽古とかをして、はい、ちょっとしてね皆さん驚かせようかなと思ってます、ね、はい、
驚かせようっていうか、もう普通の劇としてはいお金取って見せれる。そうですね、はい、でその後にワイワイクリスマスだし、はい、お迎えをしようかなと考えてます、ね、なんかあのプレゼント交換とかしても面白いと思う、ね、そうですね、なんかそういった企画をね、そうですね、こういうのやりたいっていうのがありましたら、ぜひ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 、なんか企画がどういう感じのがいいとかあったら、そうですね、チャットとかでつぶやいていただけると嬉しいです、ね、はい、あとその日にちで来れそうなのかとか、はい、うん、来る気はあるのかとか、うんうん、そういうこともチャットです。お言葉が強かったですけど、はい、大丈夫ですか、そういうのを書いてくれるといいかなって、はい、いや皆さん来ますよ、絶対来ますかね、クリスマスイブですよ、クリスマス的な過ごし方ないですよ、そうですかね、まあでもね、皆さんがぜひね、その来てよかったと思える、ね、そうですね、時間にしたいなって、頑張りますので、昼やるので夜はね、はい、自由にね、家族しっぽりとね、皆さんね、はい、やっていただければ、そうです、皆さん意外とリア充な方多いかもしれないですそうですね、意外に分かんないですけど、まあ、マルコメは多分一人で日本酒飲む感じになるとジャスティスがいるじゃないですか、ジャスティス最近ね遊んでくれないんですよ、あらあれちょっと天狗になっちゃってね、そうなんですよ、もう大手行っちゃうんじゃないかっていうぐらい、あらガチじゃないですか、はい、そんな感じなんでね、はい、そうなんですよ、そっか、なんか皆さん、はい、チャットとかでどんな感じですか、はい、そうですね、ですね、まずチョトロさん、はい、イブビックリって言ってますね、はい、劇は読み合わせの場面ですか、ああの劇はガチでちゃんとやりたいですね、ちゃんとやりますよ、はい、普通に、りょうさんはい、りょうさんは生の気夏に会いたいよ、おー、ぜひいらしてください、あとビージョアンさんが行く気あるよ、あ、ありがとうございます、嬉しい、はい、STS さんは、来る気はあるけど日程と予算が無理です、2週連続はさすがにねって言って、なんかその前の週にももういらしてくださったんですね、来るなんか予定があるみたいですね、いらしてくださるんですね、はい、あと、ビジョンさんが意外にって、お、なんだなんだ意外に、意外に、なんだなんだ、まあね、クリスマスどうだろう、でもすごい楽しみだな、楽しみですね、本当にね、今月、うん、あれですよね、今年は23金曜日、ね、そうなんですよ、なんかゴールデンウィーククリスマスみたいな感じなんですよね、ね、3、4、5ってね、うん、休みが続きますからね、金土日とですね、はい、でも休みを考えたらやっぱ絶対に普通の休みじゃないと皆さん来れないのかなと思って、24日になっちゃいましたが、はい、イブになっちゃいました、逆に素敵じゃないですか、はい、あとテペさんが今、とりあえずプレゼントはどこに送ればいいのって言ってます、ハリア、ハリア、それはイベント当日じゃなくてですかね、テペさんはさっきですね、前の段階に送れないっていうことで、あ、そうなんですね、はい、そうだ、どうしましょうか、秋葉 TV さんに送ってもらう、いや多分普通事務所とか、あ、そっかそっか、はい、うんうん、あとあとチョタロさん、俺も行く気はあるよ、でも何曜日だっけって言ってますけど、24だと土曜日、確か土曜日だったと思いますね、はい、うん、そうですよね、金曜、うん、さっき、そうそうそう、ゴールデンクリスマス、はい、あと ISO は ISO さんはですね、はい、クリスマスイベント社に持ち帰って検討しますって、はい、お願いしますすげえなんかエリート的な、はい、なるほどね、え、何やろうかな、何あ、意外にっていうのは、はい、あのビジュアさんが、はい、さっきケアちゃんが、うん、意外にリア充多そうですよねって言ったことに対して、意外にリア充って失礼って確かに若干ね、ちょっと上から行っちゃいましたね一人で日本酒飲むとかね、いうことではない、なんかクリスマス、そのね、劇とか、はい、内容ね、内容ね、これから考えるんですよ、ね、少しね、考えてはいるんですけれども、もしね、なんか皆さんがこういうの見てみたいっていうのがあればね、今どんどんそうですよね、なんかね、クリスマスにちなんだような劇の方が良かった、クリスマスにね、ちなんだね、うん、確かに、そういう方がいい ね、 いいですね、本当にね、あとなんか、どういう食べ物とかどんな感じがいいですか、ね、皆さん何食べたいのかな逆に、ね、やっぱチキン的な感じですかね、まあクリスマスの定番というと、まずチキンがありの、うん、ケーキがありの、うん、ってとこじゃないですか、チキンとケーキだけ出しますか、うん、どうでしょうね、食い合わせ的には結構きついと思うんですけどね、チキンとケーキと、うん、そうだな、あれでしょ、コーンだけでしょ、あと何だろう、あとクリスマスプディングみたいな感じのとか、クリスマスプディング、何すか、でもあれって日本でいうあのプリンとはまた違うんですよね、どんなティラミスのことですか、ティラミスのことですか、ティラミスとはまた違います、何プリングって何ですか、何ですか、なんかファイナルファンタジーとかに出てくるモンスターの名前そんなやついなかったですか、なんかいましたよね、違うか、どんな感じだろう、あ、プルンプルンの、そう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 、あ、ババロアとかに近い、あ、
ーキナツババロア嫌い。パウンドケーキか。ですね。あ、それか。うん。味や食感は日本人が想像するケーキでも、はい、一般的にプリンと呼ばれるカスタードプディングでもなく、強いて言えば具だくさんのパウンドケーキである。あ、今調べたら出てくるんですよ。パウンドケーキが分かんないからな。パウンドケーキってパウンドなんです、はい、重さが重いってことなんですか。違う、パウンドって何グラムだっけ。決まって1パウンドってよくなんかボクシングで聞きますよね。なんか決まってて、その入れ物で量が、だからパウンドケーキって全然中途半端な説明なんですけど。いやいやいや、使いますよ明日から。あ、そういうことなんですか。それでパウンドケーキ、なんか俺ボヨンボヨン。あ、普通のなんかこう四角い入れ物とかのケーキ。あ、そういうことなんですね。でもなんかパウンドケーキもカップケーキも入れ物でしかあんま変わんない。え、なんだろう、どういうの、ね、皆さんね、どういう感じに用意すればいいのかわからなくてね。まあいろいろね話してたんですけど、やっぱたこ焼きかなみたいなところも、ね、なんかでも気夏のファンの方、たこ焼きパーティーしたいって方多くて、たこ焼きの具にいろんな具を入れて、はい、でなんかあのロシアンルーレット的に、うわ怖い、この中にそのチョコ入れるよだよみたいな。あ、いいじゃないですか、チョコ。え、写真とか入れちゃうの。写真それ呪いじゃないですか。毛とかね、爪とかね。嬉しいでしょ、嬉しいですね、ファンの方が。なんでだとか言いながら。でもなんか、やっぱいろんな、気夏からの、やっぱ来てくれた人とか、いつもお世話になってるので、まあね、プレゼントとかはいろいろちょっと考えたいなと思って。でも確かにたこ焼きの中に気夏さんの写真入ってたら嬉しいかも。それはないでしょ。ないですか。あ、みたいな。あるじゃないですか、そういう全然クジクッキーみたいな感じ。いや、悲しいですよ、ね、ポラロイドだ。うん、多分嬉しいのチョタロウさんしかいない。ピンポイントで熱でデロデロになってきました。普通にプレゼントしたいと思います。はい、今ちょっと調べてる最中にチャットがいろいろあるんですけど、劇、はい、についてなんですが、まず、はい、ISO さんです、ね、はい、何でしょう、はい、ミュージカルとか。ミュージカルもいいかもしれないね。 あと歌っちゃう。そうなんだろう、STさんは倉岡サンタのクリスマスプレゼントショーを。おお、あ、なるほど。あとチョタロさんは感動で泣けるものがいいかもと。食べ物みんなで作るの、持ち寄るのって言ってますね。そうですね、あ、いいですね、なんか皆さんたくさん、ね、あとテペさんはケンタのクリスマスパーティーも注文しましょう。やっぱケンタだよね、ガチガチな感じで。ケンタ、ね、それかピザ頼むかみたいな、そうだね。あとテジワンさんはですね、馬肉とニンニクと長芋がいいんじゃないって。あ、そうですね、馬肉とニンニクと七戸の、いい、ね、全然分かってない。七戸のね、その発泡美人がバレた。そうなんです。そういうことね。あと今うちのスタッフからですね、小麦、バター、砂糖、卵をそれぞれ1ポンドずつ使って作ることからパウンドケーキ。そうだそうだ、そういう系だ。そうなんです。へー。あ、でも ISO さんはロシアンたこ焼きいいですね。あ、ロシアンたこ焼き、うん、お、でもちょっとたこ焼きパーティーするなら、うん、大きめのたこ焼きがね、うちに今、まあ、あるんですけれども、ちっちゃいんですよね。そうなんですよね、うん、ちょっとね、じゃあたこ焼きだから、ね、そしたらなんかお好み焼きパーティーしませんかってマルコメちゃんが言って。お好み焼きはちょっとなんか言うじゃないですか。普通に食べたいんですね、僕は。まあ美味しいんですけど、みんなでなんかクリスマスだってなんかキャベツなんかこうなんかね、完全に和だもんね。そう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 。まず、あ、何がいいんだろうね、難しいですね、うん、逆にマシュマロとかって作れるの。マシュマロなんで、マシュマロって別にクリスマス関係ないのか。うん、関係ないですね。あ、気にしないで。どちらかというとホワイトデー。ホワイトデーか。しかも気になってマシュマロ大嫌い。そうだ、食わず嫌いだね。食わず嫌いでやったのに。やりましたよね。いじめかと思った。喧嘩売ってんのかみたいな。ちょ、ブルーチーズフォンデュとかどうですか。やめて。死ぬ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 。その日が命日になる。おっかいが命日って。まあある意味クリスなんかね。たっぷり。なんで乗るんですか。やめてください、本当に。でもなんかなんとかフォンデュみたいなの楽しそうですね。なんとかフォンデュいいっすね、うん、なんとかフォンデュやりましょうよ。チョコフォンデュね、とチーズフォンデュ、チーズフォンデュ、あとはなんだろう、マヨネーズフォンデュとかいいじゃないですか。マヨネーズはそのままかけたらマヨラーなんで。なんだろう、なんか食べ物とか何用意すればいいのか、やっぱ悩みますね。いろいろでも来てますよ、はい、なんか、はい、うん、
なんかブログとかツイッターとかでも日々、はい、教えてください、うん、そうですね、そうなんですね、うん、はい、さっきの木梨さん話戻して、はい、いいですか。何ですか。ミュージカルどうですか。ミュージカル我々がなんかどうなっちゃうんだろう。我々が妖精みたいな格好をして踊り歌う、歌うルルリラーみたいな。なんかもう多分なんか多分普通にやる、はい、やるとしたら、はい、まあ普通にね、はい、皆さん舞台とか来てくだした人もいるんですけど、はい、まあ舞台で客席みたいな状況じゃないで、ではないですね。普通のなんか場所にみんなと同じところ、そうですね、高さも同じ、ステージがあるわけではないですからね。そうそう、ところでどちらかというと、うん、なんか発表会みたいな感じになるじゃないですか。そうですね、うん、多分ガチで笑われると失笑ってやつですね。あんま見てくれないみたいな。でもなんかすごいこっちとしても受けきたから、そのお客さんは関係ないんだみたい な、 なんか複雑な気持ちでも笑ってそう。丸子ちゃんキャッツとか面白い。また猫キャッツとか、ね、また猫やんの、ね、皆さんやっぱ木梨さんといえば猫だと思うので、なんかすごいメイクしてなんかキャッツみたいな、メモリキナキャッツとか、キナキャッツ、そうメモリー歌ったりとか、そうやったりとかいいんじゃないですか。クドさんもその時は来てくださいね。キャッツの2人であんま恥かきたくない。いやいやいや、クドさんもじゃあキャストに入れていいですか。公開クドさんみたいな。シンバ、ね、シンバ、 シンバ。しかもクリスマスイブです。クリスマスイブですか。スケジュールちょっと調整してみよう。面白いことになりそうですね。ねえ、楽しそうですね。ぜひ来てもらいたいです。じゃあちょっとどっかでね、歌は入れたいですね。なんかやっぱクリスマスやっぱ 歌いますか。みんなで歌うとかもあるかもしれない、はい、そうですね。一緒に歌います。これ練習してくださいとか、うん、みたいな。これ各自でですね。そう、各自でやってみます。誰も練習しないでしょ。そんなことないですか。そんなことないですか。練習しますかね。練習します。クリスマスですから。じゃあなんか3分ぐらいでマルコメちゃん、はい、なんか、はい、何ですか。あの練習してきた、あの練習してきた。そう、なんかこの日のために練習してくるって言ってましたよね。ああ、そう、これを見せ場にしてモノマネを練習してくるって前回言ってたので、その成果は。忘れてた。ちょっと待って。いや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 、おかしいおかしいおかしい。どうしようかな。何言ってますか。ちょっと俺鼻かみたいんだけど。じゃあどうしよう。ね、猫。あ、すいません。猫猫猫すいません。猫シーンってなってますけど、時間がないです。時間もないし。猫、はい、なんだろうな。野良猫、野郎、なんだっけ。野郎猫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 。あれもうなくなっちゃう時間が。でははい、大作さんの、はいはいはい、大作さんの猫のものまで。ちょこっと大作コーナー。はーい、いきましょう。あー、なんでこんなことになるの。はい、はい、では皆さんご期待ください。大作さんの猫のものまでまで3、2、1。こんにちは、僕大山のぶよです。あ、つらい。え、どういう意味だったんですか。ドラえもんがどうしちゃったの。あ、どうしちゃったの。どうしちゃったの。カメラもこっちになっちゃった。じゃあ再来週に期待してください。再来週ちゃんと作ってくるから。はい、じゃあ再来週もラジオドラマがあるので期待してください。はい、はい、あと、はい、来週の火曜日11月29日はポップミュージックのポップバラ、はい、対戦の、うんうん、はい、ラストの最終回になりますので、はい、ぜひぜひ8時半からかな、はい、夜の8時半からだと思いますので、はい、ぜひ皆さん見てください。見てください。あと木夏のブログとツイッター、うん、そしてツイッターは、うん、ハッシュタグポップンチョコ姫応援団で皆さんツイートたくさんしてください、うん、よろしくお願いします。マルコメちゃんは、僕はもう何もない感じですので、マルコメちゃんもいいじゃないんで、はい、ツイッターやってますので、そうなんです、皆さんフォローしてください。ぜひぜひ、はい、フォローしていただけると嬉しいです。はい、お願いします。お願いします。いや、あっという間に終わっちゃいましたね。なんかね、はい、
それで番組にもメールが送れるので、はい、秋葉 .tv のホームページをご覧ください。はい、全部僕の仕事ですね。申し訳ないです。これアシスタントなの。全然全然いいんですけど、アドレスも言わなくていいですよね。秋葉 .tvjp です、はいはい、適当です。はい、はい、届きます。絶対届く、はい、っていう感じで、今日も1時間ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ってことで、うん、また次も見てください。バイバーイ。バイバーイ。